はい、どうも皆様こんにちは。岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は8月12日でございますね。で、ですね、あの大雨、降ったのがちょっと前でね、あれなんですけど、そこから一気にね冷え込んじゃって、めっちゃ寒いんでね、私もつなぎ来ちゃいまして、寒くて本当にね、なかなかこの気温の変化というのがね、体に応えますね。風邪ひくんじゃねえかなっていうくらい、もう本当に、ね、一気に気温下がってね、もうこの間までだったら30度とかね、ずっと言ってたのに、今もう20度とか20度ちょっと切るくらいまで下がってきております、最高気温が。まあ本当にね、この気候の変化と言いますかね、なかなか体ついていくのが大変です。で、今日の動画なんですけども、トマトのね、こちらハウスに来ております。で、今年のね、トマトの、こちら出来具合なんですけども、まあやっぱりね、ずっと干ばつで暑い日ずっと続いてたじゃないですか。非常にこう生育は良好なんですよ。ただ、ちょっとやっぱりね、問題点というのもね、こちらありまして、今日はね、トマトに、今できてきてる果実についてのちょっと問題点、このあたりをね、お伝えしていこうかなと思います。で、その問題点について、まあ私がね、今施していることをですね、このあたりをやって、まあ来年にどうやってつなげていこうかな、ということをね、今日はこれをお伝えしていこうかな、というふうに思っております。それでは本日もね、どうぞよろしくお願いいたします。やってってみましょう。はい、それでは早速やっていきたいんですけども、まずその前にね、今どれくらいの量を出てるのかということをね、お伝えしていきます。今日8月の12日で、昨日がね、11日の分までね、あの、選果表っていうのがありまして、こちらの方でね、あの、来てるんですけども、昨日でだいたいね、120、120、240、250くらいか、で出て、250箱くらい、4キロ箱でできました。なので、死因が8、死後に、ちょうど1トンですね。1000キロなんで、1000キロで、あと、格外、って言って、ちょっとね、まあ、ランクが落ちる、まあ、詰め合わせみたいな形であるんですけども、そちらの方でも出てますんで、1トンちょっと、今出てる形です、1日ね。なかなかね、ちょっとね、あの、ピークがね、あの、去年よりも早い。やっぱ暑いんでしょうね。すごく天気が良くて、売れるのも早いのかなと思ってね。で、その上、果実の肥大もね、結構してるんですよ。なかなかね、大変です。ですが、やっぱりね、ちょっとなかなかやっぱり問題点もありまして、出すぎてるんですよ、他の人もね。まあお値段的に言えば非常に安くなってます、今トマトね。なので皆さん、トマトね、ガンガン食べてほしいなと思います。めっちゃ安いですから、今。ねえ、今、そうだな、あのお店で買えば100円かかないくらいで買えますよね、大体ね。本当にね、トマトの方がね、安くなって、めちゃくちゃ出てますし、あの、この間のニュースでも、イタリアンレストランとかでもね、今まで去年とかだとトマト半分で使ってたトマトパスタが、今年はほら、丸ごと1個使ったね、トマトパスタみたいな形でできるということで、まあ、あの、トマトの方もね、たくさん使って、そうやってね、お料理屋の方もね、あの、調理していただけると非常にありがたいんでね、どんどんね、トマトの方ね、食べてね、皆様方消費してほしいなと思いますね。あの、今時期のね、トマトはね、本当にね、すごく大きくなっててね、甘いまみもギュッとねこう詰まってるような、そんなトマトがねできてきてますんで、よろしくお願いいたします。それでは早速ね、トマトの方の今できている問題点、こちらの方ね見ていきます。よろしくお願いします。はい、それではね、こちらの方を果実ね見ていきながらやっていきましょう。こちらのハウスはね、後半に植えた第2陣のハウスでございます。まあ果実もねしっかりとできてきております。一時期ね、やっぱりこの下段の方がね生育悪くてどうなるかなと思ったんですよ。あまり厚すぎた、感じもあってね、できてみればまあ今そこそこ普通にできてきてるんでいいんじゃないかなというふうに思っております。で、今年の問題点なんですけれども、あの虫ですね。やっぱ暑いんでしょう。非常にこう粉じらみと、それからアザミウマですね、このあたりがねめちゃくちゃ多いんですよ今年で。去年はそこまでこう出なかったのかなっていう形ではあったんですけども、今年は本当に多いで、いくら防除してもねなかなか止まることを知らない、あのこの害虫たちっていう形でね、そんな形で困っております。で、スリップスがつくとどういう風になるかというのをですね、あのお伝えします。スリップスっていうのはアザミウマね。はい、まあ、この果実ちょっとわかりやすいんで見ていきましょう。これね、わかりますかね、このプツプツできてる形ですね、これね。はい、で、こっちもそうなんです。特にね、やっぱり下段かな、今。これが、1段目、2段目、3段目くらいの果実ですね。やっぱり暑くなってきてからかなと思います。非常にね、このような形でスリップスがついてね、やっぱり製品としてこっち落ちてるんですよね。結構収量直結してる形で、私の方もこれ。結構問題ありですね。ね、このあたりもそうですね。
で、こういったね、シミっぽくでできてるものあるんですよ、今年。すごく多いんですよ。で、下手すると、これがどういうことかと言いますと、これがね、もっとひどくなると、ここら辺がね、ぐじゅぐじゅくしちゃって、なんつうんだろう、黒いこう、ゼリー質みたくなっちゃってね、尻腐れじゃないんですよ、これ、こういうシミ。これね、放素欠乏なんですね、放素欠乏。で、もうこうなると復活しないんでダメです。これはもう捨てるしかないんで、もう、これに栄養取られるくらいだったら、もう、摘み取ってしまった方がいいので、これはもう捨てちゃいます、今取ってね。はい、こんな形で放素欠乏も非常にこうできているのと、このような形でね、アザミウマによる食害ですね、非常に多い。で、ここのハウスがね、まあ、干ばつという影響もあるんですけど、えらいね、こう尻腐れですね。今の放素欠乏もそうなんですけども、この尻腐れね、これも尻腐れなんですけども、すげえ多いんですよ、こっちの後からのハウスが。これがどういうことかと言いますと、私のこうまあ肥料メーカーとね、付き合いあって、肥料メーカーの人がね、非常にやっぱ詳しいので、よく聞くところによると、尻腐れっていうのはね、やっぱりカルシウムの不足もそうなんですけれども、ね、やっぱストレス、うん、トマトはやっぱりね、ストレス感じる作物らしくて、非常にね、そういった虫のストレスっていうのはね、やっぱ大きいそうです。これもそうですね。はい。残念ですね。こんな風にできてくるとマジでイライラしますね。こういうの見ますとね、しゃあないんですけどね。うん。土壌診断的にはカルシウムもしっかりとありますし、ね、まあ、干ばつですけども、水も、まあ、そこそこ普通にやってるんで、こうやった形でね、木の方も、果実の方もできてきてる。で、最終的にこういうような形になってしまうということは、やっぱりカルシウム吸えないのはもちろんなんですけど、やっぱストレスで、そういった形でね、バランス崩してるんじゃないかなっていうふうにね、肥料メーカーの方もね、やっぱ言ってましたね。うん、まあ、その肥料メーカーの方もね、ご自身家でね、ハウスだけで、トマトだけで10万本とかやってる人なんで、やっぱりね、こうやって一時期すごくね、こうやってトマトがね、尻腐れできてきたりとかね、する時があった。あ、そうなんですよ。そういった時大概やっぱり虫が多い、そんな形でね、できてきてるっていうような形でも言ってましたね。うん、なのでね、非常にこう生育とか肥大とかはいいんですけども、ちょっと私今ね、この虫対策で困っておるというような形ですね。で、私が使っている今ね、まあ、薬剤、このあたりをね、ちょっとご紹介していこうかなと思っております。ちょっと行ってみましょう、薬剤の方にね。はい、それではね、こちらに薬剤ね、持ってきておりますんで、ちょっと紹介していきましょう。アザミウマにね、すごくよく効くっていう風にね、言われているこのグレーシア乳剤ですね、今ね、これがまあ、最近出た薬なんで、これね、アザミウマ、まあ、よく効くっていう風に言われてるんで、まあ、これね、去年から使い始めております。で、今年はやっぱりね、これ使っててもまだあんまりこうバチッとこう止まってないっていうことは、まあ、散布量がちょっと少ないのかなと思ってまして、だいたいその一旦あたり100から300っていうね、基準がこれあるんですよね。だいたいこうそういう風に書いてるんですよ、ここにね、一旦あたり100から300リッターって書いてるんですけども、ちょっと私ね、今までちょっと少なかったなっていう形はありますね。全体で 3.5 ターンあるから35はあるか。で、300リッター、だったんですよ。大体ですけどね。350くらいかな、ぐらいで巻いてたんですけども、やっぱそれじゃ足りねえなっていう形でありまして、一旦あたりで、まあ、200リッターくらいになるような形で今ね、計算して、ちょっとね、これの方を使い始めております。まあ、これも、そういう風に使ってからね、上の段で、飛ぶことはなくなってきましたね。なんでこれ非常にこうおすすめかなというふうには思いますね。グレーシア乳剤で、私蜂使ってるんで蜂にも優しい、そんな形でございます。で、次、これファインセーブ、これはもうコナジラミかな。コナジラミとかまあ、アブラムシ、まあ、大体同じような形でよく効く殺虫剤でございます。ファインセーブ、これもまあそこそこ新しい、お薬ですね。去年から私たちは使っておりますという形ですね。まあ、ローテーションしてね、使っている形でございます。それからあとはもう定番ですね、兄貴ね、このあたり、もうよく聞きますね。で、あとはそうだな、マッチとか、これマッチね、これマッチ、マッチであったりだとか、それからこれね、うららね、このあたりもよく使う形でございます。まあ、ただ本当にまあね、バシッと止めるんであれば、このグレーシア、アザミウマでお困りでしたら、これがいいんじゃないかなと思います。で、鉢使ってないんであれば、スピノエースってやつあるんで、
スピノエースってのはすごくよく聞きますね。まあ私はあの蜂の方の受粉がもう終わりましたら、やっていくという形にしようかなと思っております。うん。で、粉じらみとか、まあダニとか、そういうんじゃないんでね、あのそこら辺の虫は出ないからあんまりそっち系の虫は使わないんですけども、やっぱアザミウマはやっぱり最終的なあの収穫までね、やっぱり果実、まあ花がついている段階でやっぱりちょっと使っていきたいなというような形で、このグレーシアとかね、ファインセーブ、このあたりを使っていますね。で、まああの次なんであのお見せしますと、先ほども言ったあのカルシウムですよね、カルシウムがやっぱりね足りない部分と、シリグサレができている部分、それからホウ素欠乏でケロイド状になっている部分、これの対策としてやっぱりねこのライムショット、これは滝ですけどもね、滝のライムショットとね今使っております。これにはね、ホウ素も入ってるんで、酵素欠乏のものにはいいかなという形です。まあ、あのこれ葉面散布でね、使っております。うん、カルシウムですね、これをあの葉っぱに吹いて、まあ、成長点付近ですね、で、この酵素入りのも吹いて、あのこれから肥大していく果実めがけてね一応吹いているという形でございます。まあそれでもねどうしてもやっぱ干ばつ気味だったっていうのもあるんでね、難しいところです。今年は本当に尻腐れ多いし、酵素欠乏が多いで、まあやっぱ酵素とかこう鉄分っていうのはやっぱり非常にこう、まあ、欠乏しやすい要素、微量要素になりますんで、来年あたり、今回トマト終わったらね、ちょっと入れていこうかなと思っております。施して、あの、一回補給しようかな、畑の方に、あの、酵素とね、鉄分の方は、そういうような形でね、思っている次第でございますね。でここもね別のハウスなんですけども、まあ、果実はねしっかりできてきている形です。で向こうよりもね生育は良好なんですね、早い方のハウスよりも、まあ、木の方もねしっかりとあの太くなく勢いが上まであるということで、まあ、水の配分であったりだとか肥料の配分、このあたりはすごくよくできた、形でございます。ただやっぱり後半に定植して失敗したっていうのがねやっぱりねその、まあ、防除ですよね。もうちょっとかけておけばよかったなと思いますし、こういう形で尻腐れができてるんでね、まあ私の見解ではやっぱり、まあカルシウムが吸えてないっていう、まあでもこれ、この手の、なんて言うんだろうな、あの、このくらいの木で結構適正な樹勢であって、カルシウムが足りてないっていうことがね、ほぼ今までなかったんで、やっぱり酵素欠乏もありますし、やっぱり虫のストレス、今年はひどいなというような形で、感じる次第ではありますね。うん、まあ定かではないですけどね、どうかなっていう形なんですけども、まあいろんな、あの、そのね、あの原因をね、考えますと、そんな形で、ちょっと尻腐れと、それからアザミウマかな、今年は多いかなというような形ですね。ちょっとやっぱりね、できてこれだとがっかりなんですよね。本当にがっかり。なんでもかんでもあのうまくいくもんじゃないですね。本当にね、あのぼやきになっちゃってすいませんね。本当に、はい、そんな形なんですよ。全部が全部ねうまくいくわけじゃないのでね。はい、まあでも、うん、どうだろう。単収だけはしっかり確保したいなと思いますんでね。はい。皆様方のトマトはもう終わりましたか？今からですとやっぱりサビダニなんすかね、非常にこうあの本州の方ですとそういった形でサビダニ系ですよね。またここにもねこうやって赤くなってるじゃないですか、まだ取れないところ。これは大概尻腐れですね。これは尻腐れ、うんね、サビダニかな、今結構きつそうですよね。こっち北海道はサビダニとかあんまないですね。やっぱりあの越冬できない、うん、形になりますんで、冬越せないそういう害虫はあんま出づらいかなというような形ですね。まあ、その代わりそうやってアザミウマとか出やすい、すごく出る。であとそのね粉じらみ、で、いう形でも出ませんのでね、粉じらみも出ないので、まあまあかなとは思ってるんですけども、そういえば先日、お伝えした、ね、坂田の種の方に、お願いしてた、あれが結果出まして、結局ね、粉じらみの、大岡葉巻ではなくね、アブラムシ、によるキュウリモザイクということで、出ました。うん、まあ、一安心ですね。トマトのね、病気としては、まあまあ、メジャーな方かなと思います。キュウリモザイク。うん、まあ、萎縮してる形でね、あったんで、どうなるかなと思ったんですけども、まあ、そういう形でキュウリモザイクと出ましたということで、まあ、一安心っていうのは、まあまあ、刺され、なんつうかね、木がやられてね、一安心ってこともないんですけども、まあ、そうやって、北海道では粉じらみは起きないよというのが、まあ、一つ分かったんで、まあまあまあ、とりあえずは良かったかなという形ですね。うん、まあアブラムシに関しましてはやっぱり除草ですね、他の補助から来る形もあるんですけど、やっぱり草
うん、草がやっぱりね一番ちゃんと防除しておかなきゃいけないかなという形ですね。除草で、うん、砂形で、ございましたということです。はい、ということでね、ここまでご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回の内容としましては、まあアザミウマスリップスに困ってますよということと、あとはまあ干ばつによる尻腐れ、もしくは、虫が大量にできている、虫が大量にいて、ストレスがトマトにかかっての尻腐れ、まあ、ないし、放素欠乏で、こちらの方は、せっかくできた果実の方もね、ちょっとね、やっぱりね、等級が落ちてしまう、もしくはもう廃棄になってしまうということでお伝えしてきました。まあ、あとね、防除のね、お薬もお伝えしてきましたけども、やっぱりね、アザミまでしたらグレシア、すごくよく効くなと思いますんで、よかったらね、皆様方、一度ね、試されて、もう皆様は試されてますかね、うん、な形で、やってもらえるとね、いいんじゃないかなと思いますし、あとはファインセーブ、ですね、スピのエースとか鉢使ってなければな形でもね、選択肢の方ね、お伝えしてきました。はい、ということでね、これからまあさらにね、9月に向かって、北海道の方はこれから最盛期を迎えてくる形になります。私の方もね、ピークを迎えてきてはいますので、これからしっかりと体に気をつけて取っていきたいなと思っております。皆様方も暑い中本当にね園芸作業ご苦労様ですね。体の方に気をつけていただいてね、まあしっかりとね野菜の方で、ね、手入れしていただいて美味しいものを取ってね秋の方にね向かっていきましょう。それではまた、次の動画でお会いしましょう。いつも本当にご視聴ありがとうございます。それではまたしたっけね。バイバイ。またのご視聴お願いいたします。